はい、テニス選手赤です。今日はですね、ジュニアテニスのダブルスを強くお勧めしますと、練習ね。それについてですね、ちょっとお話しますね。結論から言うとですね、やっぱりネットプレーとかダブルスができるっていうことは、高校入ってもですね、レギュラーになりやすいんですよね。レギュラーになりやすいというか、まだシングル強い子いっぱいいるじゃない?ところが、ダブルスができる子っていうのが、やっぱどっちかといえばちょっと貴重になってくるので、ネットプレーできる子がね。そういう意味では、結構ネットできるダブルうまいなって言ったら結構なんか上手なことを組ましてくれたりとか、いいポジションにこう入ったりしますよね。最近はもう本当にもう単複両方できるのが当たり前になってきたから、そういう優位性は少ないかもわかんないけど、もうダブルスできないと厳しいですよね。うちにいるジュニアなんかでもそうなんですけども、大体もう中学も高校もそうですね、1年生から大体レギュラーはなってますね。そういう意味ではもう入った時点でもう練習環境を恵まれるということですね。まずもう一つ ITF ですね。 ITF なんかでもやっぱりダブルス最初、ダブルスで結構ポイント取れるんですね。ダブルスポイント取っていって、そこからまあシングル出れるという、こうチャンスがあるのね。で、シングルなかなかやっぱ勝てないから、最初ね、ITF 申し込んだ時、やっぱりチャンスはダブルスなんですよね。で、やっぱりネットプレイできると、こう、上手な人も組んでくれると、ネットプレイできないとなると、もうこれ厳しいなと、いうことが言えます。そういう意味で、こう、ダブルスはね、しこたまやっといてもらった方がいいし、ダブルス講師は非常に、あとあとコツか、得かなと、いうことですよね。まあ、ある意味、いい滑り止めにもなるし、で、ネットプレイできると、いろんなね、なんていうかね、やっぱプレイの、シングルの上でのプレイの幅があるので、やっぱり早めに、こうネットに出るということは、なんですかね、やっといてもらった方がいいかな。そういう意味でダブルスっていうのは、こう、ストロークもそうだし、なんていうかね、ネットプレイもね、なんですかね、バランスよくできるでしょ。だから、うちの子は結構ね、そうですね、ITF、世界ポイント取った時は、ダブルスかチャンス取って、それから、例えば世界スーパージュニアとかね、ああいうのも出たりとかしましたよね。非常にこう、チャンスはありますね。で、今までこう失敗した例をね、こう伝えてると、なんですかね。よく保護者が教えてるっていうことで、ね、まあ、ある子がいたんだけど、非常にシングルもまあそこそこ強かったのね。ところがね、ダブルできないよね。いつもね、なんですかね、保護者同士でやってたりとか、限られた人しかやってないか、シングルばっかりしかやってなかったのね。で、どうなったかっていうと、ダブルスが全然できないから、もう、なんにもなったってもね、もう。だから、結局、まあ、ITF とか、そのポイントも、なんかこう、取れないし、組んでくんないし、で、まあ、シングルもそこそこだったから、やっぱりそこに勝ちきれなかったのね、結局やめちゃったのね。で、その子の、妹ですね。妹がすごい頑張ってね。やっぱりこのお父さんそれを、教訓にしたんでしょうね。相当なんかこう、ダブルスもね、なんかいろいろ工夫でやらせたみたいですけどね。そういうふうなことで、やっぱり、なんていうかね、どうしてもシングル一本に、なんかたまに言うんですよね、こうシングル一本に絞ります、みたいな、人もいるんだけど、それはでも、ある程度、なんていう、うちもそういう時期あったんだけど、できた、そういう子もいたんだけど、十分ダブルスできるもんで、いつもダブルス練習してたからね。だから、そういう意味では、なんていうかね、まあ、その時期によってどうしてもシングル絞りだった方が絞ったりとかってあるけども、もう、ネットプレイができないから、もうシングル進め、絞ります。では、ちょっと話にはちょっとならないかな、ということで、正直、お話にならないと思います。で、それと、やっぱり皆さん、ダブルスよくやるんだと言ってもね、4人が全部後ろ下がっちゃってね、ストロークばっかやってるダブルスやってもね、あれがダメとは言いませんよ。今のダブルスって、下がるときは下がる、詰めるときは詰める。で、まあ、パラレルフォーメーション、アンパラレルフォーメーション、いろんなフォーメーション、くる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 、回っていくっていうふうになってるんで、もう昔みたいにもう、なんていうか、ね、眼光陣とかね、どうしよう、前衛と声の中でずっとこう打ち合いが続くのか、もう最悪はもう、4人下がってラリーしててね、ずっとやってるとかね、そういうのが結構あったんだけど、もうそういうのないもんね。で、また、ネットプレイもね、大人の人なんかだとサーブ&ボレー一辺倒みたいな感じがあったんだけど、最近はそんな感じでもなくなってきて、もうかなりオールラウンド性が飛んできたのかなという感じがしますよね。まあ、でもうちの場合はダブルスは必ずサーブ&ボレーの平行陣させますね。平行陣が大事というか、ネットを取るという練習の意味で平行陣させてるわけであって、平行陣で全部勝ちなさいとかいうふうなことをやってるわけではないんですよね。
なので、あとはもう臨機応変に眼光を捨てたり、後ろ下がったり、前行ったり、それはもう自由にできるようにした方がいいんじゃないのかなという意味で、まずストローク相手もできるでしょう。で、そういう意味で、必ず前詰めようねっていう風なの意味で、必ずうちはサーブ&ボレーは必ずさせますね。サーブ&ボレーのダブルスっていうのね。なので、結構、躊躇せず、前にパッと詰めて、ボレー出たりとかもする方なので、それに関してはもう、やっぱり、もう小学校のね、もう3年生とかその辺ぐらいからもうどんどんやるし、プレー&ステイからやるときなんかもう最初のもう、本当に、なんていうのかな、年長さんとかね、もう、それなりからもうネットプレイをボンボンさせちゃうもんだから、あんまり詰めるっていうことに関しては、ネット取るって関しては、もう躊躇なくやってますよね。で、これがやっぱりなんかストロークできてからボレーにっていう風な感じになって、ボレーをまあ、小学校の間だったらまあ、ね、多少遅れてもいいかもわかんないけど、中学の後半からね、ちょっとなんかネットプレーをもうちょっとで、まあ、ボレーはある程度できるんだろうけど、実戦でネットプレーとなるとちょっときついから。やっぱり小学校卒業する頃にはもう、一通りのショットやっぱりやっとかないと厳しいよね。もう卒業する頃にはね、サーバントプレイかなんか全部できてっていう形にしとかないと、やっぱり厳しいかなという感じがします。私の周りでも、まあ中学からね、大体全国の上位に上がってんだけど、団体なんかでね。やっぱりこう、1年生からレギュラーになってる子っていうのは、単服両方こなせるということがやっぱり言えるので、もうそれがもう今でも条件になってくるんじゃないのかなというふうにも思うんですよね、ある程度ね。まあ地方は知りませんよ、どんなのかはね。どんなのかわかんないけど、ある程度やっぱり。できてないと、まあ、厳しいかな、ということですね。そういう意味で、なんていうの、普通のボレーストロークとかね、そういうのは結構させてると思うんだけど、やっぱり試合の中でね、もう、なんていうの、この辺がね、もう出ろってね、もう強制しないとね、最初もう出ないからし、やらないからね、もうこれはもうほぼね、強制でね、よく練習ではもう出ろとかね、させてますね。そこでやっぱりね、保護者からもね、賛否両論昔も結構揉めたんだよね、また保護者ともね。で、なんで前詰めるんだと。で、この子の身長で詰めたところで勝てるわけないじゃないかと、いうふうなことを言われてて、保護者と喧嘩しちゃったことがあるんだけど、なんていうのかな、確かにね、今の年齢、ちっちゃい年齢でね、出たところで勝てるわけはないと思うのね、そんなのね。でも、やっぱり、なんていうかね、こう苦手、その時期にはもう苦手意識をなくしとかないとということで、試合に出すんだけどね。でも、試合で出ろって言ってもね、もう、反対者、今、必ずね、反対保護者出てくるのね。もう、ね、なんでそんなことさせるんだ、みたいなね。で、私が、前に詰めなさいねっていう話をね、詰めていこうねって話したら、保護者が、コーチの言うことは聞いたらダメだから、ちゃんと後ろで、ちゃんとストロークで繋ぎなさい、みたいなことを言う保護者がいたりとかするのね。もうどうしようもないよね。もう話になんないから。もうそういう時はもうほっとくんだけどね、もうね。まあ昔ほどはね、昔はもう結構私も暑い時は、ね、よく結構喧嘩になったりするんだけど、もうそうなってくるともう知らないってことになっちゃうね。まあ以前にもあったけど、コーチに好かれる好かれないとかいうのあったけど、そうやってして、私ももう、だってどうしようもないもんだと親がそうするんだもん。だからもうそのダブルスに関しては、もうほっとくしかないよなっていうふうになるもんね。そのうち教えてくれなくなったってこう言われるんだろうね。それは知らないよって思うんだけど、まあコーチのそういうなんかもう教えなくなっていうコーチの気持ちもなんかわかるなというような、感じがしますよね。もう言ってんだもんだって、コーチの言うことは聞くな、みたいなことを言ってるんだったらもう、しょうがないもんね、なんかね。たまにそんな人をね、やっぱり今でも聞くんだよね、いろいろね、なんかね。で、なんかすごいな、保護者もね、なんか言ってね、なんかこう、いろいろ作戦を考えるのね、なんかね。で、一回私がこう、試合、まあ、今はあんまり試合見に行くことないんだけど、昔よく試合こう見に行ってたのね。で、なんか、うちと組んでた子が、なんか、なんか、変なフォーメーションを教えられるとか言って、何それとかと思って。すごいんだよね。なんかね、これ前これ前衛ね。これ後ろ後衛ね。ね、こうなんだけど、で、なんだったかな。サーブを打ったらね、そっかね、下がるんだって、なんかこう、サーブ打ったら下がるんだ、みたいな。でもね、最初から後ろにいた方がいいんじゃないのとか、ね、なんか、そう思ったのね。ね、まあ、その保護者と会う、試合会場で会う、なんか、
機会があっていろいろ話聞いてるとね、なんか遠回しに嫌味言われて、最近のコーチって分かってないんだよな、とかいうのこと、なんか、そういう人多いんですよ、とかいう話をね、発想ね、もっといろいろ、広げなきゃダメですよね、とかいう、でもそうだよね、そうですよね、とかって話したら、ダブルスの話になって、あれね、前に言うけどね、ってサーブって、ね、全員私ね、あえて下げさせるんですよ、結構みんなね、リターンミスするんですよ、とかで、ね、何それとかと思って、これびっくり作戦なのみたいなね。ね、なんて言ったら、結構ね、そういうとこでね、ポイント取るっていくってね、あんまり最近のコーチ分かってないから、とかで言ってから、はぁはとか言うのが、すごいの教える人がたまにいるんだよね。だから、どうですかね、ダブルスっていうのはやっぱりこう、なんていうかね、こうやっぱり、中にはね、こう、ボレをね、こうさせないでね、相手のね、わけわからん作戦でミスを誘うみたいな、そんな発想する人もいたから、なんとも言えないんだけど、だから、もう、どういうのかな。やっぱり、どん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 こう、前詰めていくっていうことをね、させた方がいいんだけど、で逆にはそれだ、ポイント落とすからとかね、禁止にさせられてってね。結局ね、なんか、保護者同士も合わないから、なんか、そこばっかりとか、自然に解散しちゃったんだけど、多分あのお父さん、ちょっと難しそうだが、解散するだろうな、とか思ってね、その娘もあんまり、そんな上手じゃないから、多分苦労するだろうな、とか思ってるんだけど、まあ、そういう人もいますからね、だから、結構ダブルスね、ボレーね、反対派が、いたんですね、今どうなんでしょう。前にボン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 こう出ていくっていうのは積極的にしてくれてるんでしょうか。まあ、それはちょっとわかんない。まあ、それとそれぞれの考え方があるのでね。なので、まあ、ネットプレイの中で、ダブルスの中で、どん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 ネットを取っていくっていうね、ミスしてもね、もう最初はもういいじゃないですかということでね、トライしていくことは大事じゃないかなというふうに思います。それが結局、まあ、言ったら、いい学校入った時でも、なんていうかね、自分のね、ポジションというか、レギュラーにもなりやすいし、非常に得なところが多かったと。世界ポイントも取りやすかったと、いうことと、新宮でもやっぱり、平気でネットをね、取りざるを得ないときはもう別に躊躇なくできるし、ということで、ネットプレイはどんどんさせた方がいい。そういう意味でダブルスはさせた方がいいですよ、ということでした。ですね。かなりダブルスさせないままの環境に置いたままで ITF とかそんなんで結構損してる場合とかも、聞きましたので、その辺はちょっといろいろトライをさせていただいた方がいいんじゃないかなと思いますですね。ということで皆さん頑張ってください。